え皆様、こんばんは。えー、本日はですね、株式会社 GRCS におきます、えー、個人投資家様向け、えー、IR 説明会。えー、こちらご参加いただいた皆様、本当にありがとうございます。ではですね、本日はですね、あの GRCS という会社について、えー、ご説明を差し上げるのと、えー、紙日が終わりましたのでですね、そちらのケースについてご報告、そしてあの成長戦略について お話をさせていただければと思っております。まず簡単にですね、会社の概要をご紹介させていただければと思います。株式会社 GRCS という会社でございまして、それが2005年の3月でございます。現在ですね、ちょうど5月末の時点、あの、紙期が終わった時点でですね、約143名。 の従業員数の会社でございます私がですね創業者でございまして私自身あの岩手県に生まれてですねそのアメリカの大学でコンピューターサイエンスというか IT を勉強してアメリカの会社で3年ほど会社をした後に今のこの GRCS を起業して今に至るというところでございます創業期はですね社名がフロンティア・フックス・フロンティアということで新しいことをやりたいといったところでですね創業した会社でございます で、弊社のですね、ミッションでございますが、進化に加速をということで、通常の進化に加えてさらにそれを加速していくといったところをミッションとして掲げております。こうやってビジョンはですね、これ上場時にはですね、あのテクノロジーでシンプルにという形でビジョンを定義していたのですが、今回ですね、世の中をということで、世の中をテクノロジーでシンプルにしていくといったビジョンを掲げて事業を展開している会社でございます。 で、あの、アジェンダでございますが、えー、まずあの、GRCS の事業概要についてお話をさせていただきまして、えー、その後にですね、えー、2022年11月期、第1四半期のですね、えー、決算の概要、そしてあの、我々の成長戦略についてお話をさせていただければと思います。まずあの、事業の概要でございます。えー、我々のですね、GRCS という会社の事業はですね、 まあ社会的な変化ですとか、事件、事故ですとか、法律が変わったりとか、そういった世の中でにですね、非常に連動している事業でございます。社名にもなっております、この G と R と C と S、ガバナンス、リスク、コンプライアンス、セキュリティと。こういった領域におきましてはですね、こちらの左手にございますが、いろんな実はキーワードがございますま。サイバーですとか、 クローバル展開とかですね最近ですと SDGs とかそういったですね環境下においてなかなか日本企業はですねこういった守りの体制が不十分であるといったところをですね我々 g i c s はご支援をさせていただくことによって企業様のリスクを減らしていくとそういったところを事業として展開している会社でございます。 具体的に我々がどのようなですね事業をですねあの企業様に展開しているのかというところでございますがこちら左手にですねあの四角いマスみたいなのがございますがこれはですね各企業様があのやらなければいけない G と R と C と S といったものがいろんなテーマでございます。昨今ででごござざいいまますすとウクライナもそうでございますし えー、本当コロナの場合はリモートワークというのは一番分かりやすかったのですがそういったです、ね、解決しなければいけないこの G と R と C と S といった項目において右手にございますようにワンストップで教えを差し上げるということで、まあ、基本的にはその課題を解決して差し上げるとそれが我々 GRCS でございますちょっと具体的に申し上げますとアナリティクスということで何の課題を解決するんですかと。 いったところをですね、えー、見える化してご相談に乗るといったところから、えー、ソリューションというところで実際にそれを解決しますと。で、えー、左手にございますモニタリングというところで課題を解決した後にですねもうそういったことが、えー、また起こらないようにとかいったところで、えー、維持しなければいけないということがございますのでこのモニタリングということも、えー、させていただくと。で我々これをずっとですねいろんなテーマ課題に対してですねこの3つをくる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 回してやっておるのですがそういったノウハウをですね え、もう10年以上この業界でやっておりますので、ためまして、我々の自社製品を開発していると。まあそういったところが、我々 GRCS の事業の提供領域と仕組みというところでございます。まあ、で、どのようにして我々が実際にサービスをご提供させてあげているのかというところでございますが、冒頭お話しさせていただきましたように100人以上の従業がございまして、まあその100人規模の専門人材、まあ先ほどの G と R と C と S、 いいろんなものがございますがそれぞれぞにおける専門人材と、えー、テクノロジーここが我々の,あの特徴でございまして従来型のですね経営者はどうしてもあの俗人的に、えー、人が課題を解決するといったところの種でございますが、まあ、我々はですねここにテクノロジーを組み合わせることによって課題を解決していくというところで、えー、この領域は10年以上あの我々サービス提供しておりますので、まあ、そういったデータを、えー、蓄積することによって まあの課題を、えー、ワンストップで解決していくと。まあそういった形でサービスをご提供させていただいているといったところでございます。まあ、では、どれだけですね、我々があのご提供させ上げたサービスを提供させてあげると、まあ、企業様の方がですね、何がどういうふうにビフォーアフターで変わるのかというところでございますが、まあ、我々シンプルという言葉を使っているのですが、まずあのリスクが見えるようになりますと。 いったところと、えー、このリスク系コンプライアンスもそうなんですが日本国内ではなかなかですね企業の人材が、えー、たくさんいらっしゃらないような事業力でございますのでまあそういったご担当者の方が、えー、自分がやるべき業務に集中できるようになるとい、まあ、ったところとあとはやっぱ情報がですねどうしても古い情報人に偏って俗人的なものですと、えー、ございますので、まあ、そういった情報が、えー、常にアップデートされた最新問題ものであるというところと クラウドベースで我々全部設計しておりますので、国内単体では海外からもアクセスすると。まあ、いったことでですね、企業のご担当者が非常に業務効率化されていくと。そういったところが我々のこのビフォーアフターでございます。 では、我々の事業環境でございますが、まあ、あの、この GRC とセキュリティ、まあ、特に GRC というものに対しての記載をこちらさせていただいているんですが、まあ、ですね、海外ではですね、こういった市場というのは明確に定義されておりまして、年間で毎年14%の成長が2030年までは見込まれております。一方でですね、では、日本でこの領域ってどうなんですかと、いったところでございますが、現状まだ定義はされておりません。 しかしながら言葉の通りですね G も R も C も S もいったんどんどん課題は増えておりますので我々がこの成長市場において成長企業としてしながらマーケットを経営していくと、まあ、そういったところをこの市場環境において考えている次第でございますでは我々の競合環境でございます、まあ、やはりですねこの領域日本にはなかなかそういった企業はございませんがあくまでもやはり守りのに特化していると いいったところがございますのでどうしてもですね国内にある企業様こちらあのございますソリューションとプロダクトでございますがソリューションに関しても海外系の企業様が、えーまあ、フルスペックと記載してますが、えー、全部入りといった形でサービス提供されていらっしゃるですとか、まあ、あのプロダクトもですねどうしてもあの大きい企業様があのグローバルベースっていうのを設計をしている GRC のソフトウェアが多くございますので。 too ーマッチなですね、えー、ところに、まあ、我々としてはですね、日本企業としての強みを生かして、えー、国内マーケットに適しつつ、国内マーケットから海外に出ていく企業においての、この重要スを支援していくと、まあ、いったところで、えー、事業展開をしていこうというふうに考えている次第でございます。では、えー、ここからですねで、2020年11月期の第2四半期の決算についてのお話をさせていただければと思います。 まずはエグゼクティブサマリーでございますが、まあ、事業環境といたしましてはですねウ、まあ、あクライナ等もあってセキュリティに対する意識が非常に上がったなというところとそれに付随して海外のサプライチェーンにおける整備というのも急速にあのここ半年ぐらいで変わってまいりました。で加えたその結果ですねやはりあの弊社で行っているイベントセミナー等に対するです、ね、申し込みも 前期年は2.5倍になってきているというような状況下の環境でございます。決算概要といたしましては、売上高でございますが11億 3,、11億1300万円ということで、前期費の紙期に対してプラス33.3%というところでございます。営業利益に関しましては、マイナスの900万円というところで、前期からも比べてもマイナスになっていると。こちらに関しましてはですね、あの後ほど詳細説明させていただければと思います。 まあ、トピックス大きく2つございます。えー、こちらは先週の木曜日にですね、ご説開催させていただきましたが、えー、我々上場後初の、ね、M&A を行ったというところでございます。で加えてですね、えー、この M&A とは別にですね、コア業務プロダクト強化のためということで、フィナンシャルテクノロジーへの投資というものを加速させております。こちらではですね、別途またご説明させていただければと思います。 サバリーでございます。まずですね、売上高でございますが、基本は我々、今、既存のです、ね、お客様に対するアップセールを増やすという戦略のもと取っているんですが、まあ、非常に順調に推移しているというところでございます。利益率の部分ですが、まあ、これ、マイナスになってますねというところでございますが、こちらはですね、あの先ほど申し上げたフィナンシャルテクノロジーへの投資、専門人材ですとか、まあ、それと携わるものが増加していると、結果、こういう状況になっております。 その他におきましても、まあ、既存の事業における採用ですとか、えー、さらには、えー、業界、金業界の営業費等々も、えー、コストは増加しているというところで、結果、えー、マイナスにやっているという状況でございます。では、えー、全体的なあの数字の推移をご、えー、示介させていただければと思います。まあ、売上高は先ほどお話しさせていただきましたように、前年対比で33.3%。四半期のですね、推移でございますが、こちらは昨年の第2クォーターに比べると、 29.3%の増加率というところでございますで。我々の事業の特徴でございます、既存企業との売り上げの割合でございますが、こちらもですね、全体の95.2%が新規なく既存の企業様からの売り上げでございます。既存の売り上げがトップラインを経営しているという状況でございます。 でこちらソリューションプロダクトにおきましては、まだまだこのプロダクトの部分ですね、売り上げは小さいのですが、中長期的にこれを事業戦略として掲げておりますので、こちらも記載をさせていただいているという状況でございます。 では、利益でございますが、こちらあの、第1クォーター、第2クォーター、まあ 21.、21.2、21.6と下がっておりますというところでございますが、こちらはですね、先ほど申し上げさせていただいた、フィナンシャルテクノロジーへの投資というのが、大きな資料の因となっているところでございますので、こちらは別途、詳細をお説明させていただければと思います。それに伴う、減価、当で上がっているというところ、そして、人員でございますが、 前期末ですね、の時点では130人の人でございましたが、この紙期で13人順増しているという状況でございます。で、今回ちょっとあの、こちら人員構成という形で、ソリューションプロダクトフィナンシャルという形で、構成員の人数をちょっとあの共有させていただければと思います。 では、ここからでございますね。利益の部分でございます。昨年の上期における利益6100万円でございましたが、今期増加分1億3900万円。さらにですね、そこから今期の反感費における増加分をですね、どんどん,どんとマイナスいたしますと。 結果ですね、1億2500万円ほどのざくっと申し上げたあらわり利益が出ておるという状況でございます。しかしながらですね、我々今ここの部分の利益を投資をしているといったところでございまして、じゃなぜ、何に投資してるんですかというところでございますが、金融業界への費用投資といったところでございます。結果、マイナスとなっていると。こちらにつきましては、この後ですね、戦略のもと詳細を説明させていただければと思います。 まずあの我々の全体的な戦略成長イメージでございますが、現在 GRCS はですね、この真ん中にございます、成長期というふうに定義をいたしているフェーズでございます。年間売り上高を3年前以上の大きいお客様との取引を増やしていくといったところに注力をしておりますが、今回ここにですね、右手にございます、今まで我々はこの GRC ソリューション、GRC プロダクト、 この2つのですね、事を中心に事業展開をしておりましたが、今後さらにですね、GI c s の成長を伸ばしていくという上で、今回フィナンシャルテクノロジー、まあ、先ほど投資しているといった領域でございますが、こちらをですね、今後、中長期的には第3の柱になるであろうというように考えておりますので、投資をしているといったところで、ちょっとこちらについてもご説明させていただければと思います。 まずは、あの、成長戦略、我々の成長戦略でございますが、2つございます。まずですね、1つ目は非常にシンプルでございまして、これフェーズ A、B、C、Z と定義しているんですが、年間の取引高、お客様との取引高を3000万以上のお客様を増やしていくといったところが戦略1でございます。で、2つ目でございますが、年間3000万以上という費用はですね、 えー、企業様でも注視するのはなかなかのやはり企業規模がないとどうしてもこの領域コストでございますので経験悪くなったりとか、まあ、そういった時になるとどん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 下がってしまう領域でもございます、まあ、そういったです、ね、ことがないような企業規模の企業様との、えー、ビジネスを増やしていくといったところがこの戦略にでございますではちょっとそれぞれについてですね説明をさせていただければと思いますまずあのどうしてその3,000万以上のですねお客様に注力しているのかと 我々があのたくさんのです、ね、お客さんをドッと,と,あのとの取引をせずにというところでございますが、えー、こちら左手にございますのが、えー、先ほどの3,000万以上の取引者数の推移それがこの下の方のグラフでございますで上にございますのが全体のです、ね、取引者数でございますこちら見ていただきますとですね2020年2021年にですね、まあ、きれいに右に増えてはいるんですが2021年におきましては14社でございます で、取引者数は102社ございます。では、このなぜですね、14社にフォーカスしていくの、いているのかというところでございますが、この14社におけるですね、この右手でございますが、我々の会社として全体としての売上高比率が73%を占めておりますと。つまりですね、あの、全取引者数、前期で申し上げると102社、うちの14社を引いた残り88社、 このですね、88社もですね、この14社になり得る可能性がある規模の企業様が約半数ぐらいいらっしゃいますと。まあ、いうことでですね、ここに注力をしていくことが事業成長最短ですと。いうことで、この3000万円以上というのにフォーカスをしているというところでございます。では、どのようにしてここを増やしていくのですかというところでございますが、我々やはりその旬というものが非常にございまして、この G と R と C と S、これがですね、どん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 時間軸とともに変わってまいりますと。 そういった時に企業様の課題を解決するといったところをタイムリーにご提案を差し上げてどんどん取引を増やしていくということで既存のですねお客様に対してこのクロスセールアップセールをしていくとこれが非常に一社たり取引を大きく増やしている要因でもございますこうやってあの新しいですねサービスこれも新しいニュースがどんどん出てまいりますのでそういったご提案をどんどん差し上げて新たなサービス提供をすることによって一社たの取引高を増やしていっているという状況がこの戦略1の部分でございます では戦略2位の部分でございますがどのようにしてそういった大企業様との取引を増やすんですかといったところでございますがここに関しましてはですね我々の自社製品を開発しております。先ほど申し上げましたようには我々の製品の売上比率はですね まだまだ5%といったところで非常に小さいのですが、まあ、しかしですね、実は我々のこの製品がですね、インバウンドで、まあ、こういった製品が必要な企業様というのは、本当の大企業様でございますので、まあ、そういった企業様が、まず我々のこの製品に興味を持っていただいて、そこから、まずその小さな取引ではございますが、そういった取引を開始し、 そこからですね、徐々に先ほどの戦略で一である、そういったどん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 新しいいろんなメニューをご提供させ上げると。結果、一師当たりの取引が大きくなっていると。これが我々 GRCS のビジネスにおける、今の時点における方程式でございます。では、今後ですね、どういった成長戦略でいくのかというところでございますが、我々のですね、この G と R と C と S は、当然、常識している企業様であれば、皆様、やらなければいけないというところではございますが、 いかんせんまだですね我々たった14社でございますですので上場企業3,800分の14さらにはグループ等々も含めるとその倍ぐらいの市場がございますですので今はですね我々としてはその中でも特にこのレギュレーションが厳しい業界具体的には金融通信そしてグローバルに展開している企業様このルールが厳しい業界に特化をして今短期的にまず成長していこうというふうに考えている次第でございます。 ではまあこういったですね成長していこうといったところで今我々事業展開をしてまいっているのですがそこにおけるですねまあ、えー、いくつか課題があるこれがちゃんと計画通りちゃんと成長していけるのかというところでございますが我々は2つ課題があると思っておりますまず大前提でございますが、まあ、我々このたった14社の市場でございますので かつ、えー、この上場している企業と我々しかございませんのでそこに対しても最低30%の成長を維持していこうということを考えた時にですね2つの課題がございますまず1つはですね人の部分でございますいや人はですね、まあ、どうしても中心に今の時点でなっておりますのでそこが、えー、確保できるか否かが我々成長に対するキーになってきているというのが1つ目2つ目はですねあのこちらコア業務と書いてるんですがこれどういうことかと申し上げますとやはり GRC S, S というのはです、ね、どんなことがあってもコストであることは変わらないっていうのが普遍的な我々の領域のビジネスでございますですのでどんなに経験が悪くてもどんなことがあっても我々のこのビジネスを伸ばし続けていく上ではやはりコアな部分そのコストセンターではない業界におけるコアな部分というものを強化していくとこれがやはり中長期的に成長していくぐらい必要であるというふうに考えている次第でございます。 では、その二つの課題に対して、この紙機ですね。我々が取ったアクションでございます。まず一つ目がですね、えーと、成長基盤の強化ということで、えー、初めてですね、上場して、我々、G、あの M&A を実施をいたしました。こちら、バリュレート社という会社でございまして、えー、ポイント二つございます。まず一つはですね、えー、と我々の GRCS という領域はかなり専門性が高い 業界でで、ございますので今回の M&A によってバリエッシーション社の社員の方々は、まあ、いろんなですね、えー、真っ暗を持たれてらっ,っしゃるんですが、まあ、そういった専門の方々を我々の業界にリスキリングすることによって我々の人の部分の,、えー、あの強化をしていくと専門人材を強化していくといってところが1点目。 で、もう一つがですね、このバリエーション主義は実はあの採用力がある会社でございまして、もともとかなり多くの企業様の採用戦略を全部設計されている企業でございますので、その採用力を我々強化することが今後中長期で非常に重要だと思っておりますので、この採用力を我々の中に取り込むということによって、GRCS としての採用力強化のため、そしてさらにはこのリスキリングということの二つ、ここに強化するために今回この m a で踏み切ったという状況でございます。 で加えまして、あの、二つ目でございます。えー、フィナンシャルテクノロジーっていきなり書いておるのですが、これはどういうことかと申し上げますと、先ほど申し上げたように、我々のあの、ターゲット市場のメインが金融通信グローバルというところでございますが、その金融で、えー、我々実践 GRC のセキュリティ領域もそうでございますが、加えて、このフロント、あの、フィナンシャルテクノロジーにおけるですね、この下の方にございますが、フロントテクノロジー、まあ、ちょっと、 難しいキーワードなんですが取引プラットフォームデータマネジメントと書いてはいるんですがこういったちょっと GLCS とはちょっと離れてるなと思われるような領域なのですがこの領域にもですねすぐ近くに必ずリスクがございますということでこの事業からフィナンシャルテクノロジーの周りにあるこの横にありますアンチマネーロンダリングですとかサイバームですがそういった事業がどん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 ですね実は今取れております。 でですのでこのイメージといたしましてこの右手にございますが我々どうしてもコストなので我々がこの GRC とセキュリティを そういったときに、まずはフロントテクノロジーで、えー、金融機関様とのお取引を始めますと。そうすると、その流れで必ずリスク、コンプライアンス、ですねガバナンス相当も、え、事業化ができるというところがある程度の成功パッケージモデルができましたので、今回、このフィナンシャルテクノロジーという形で、新たに、えー、この、 会場をさせていただきまして、この右手にございますフロント領域の取引を開始することによって、そこから GRC とセキュリティをどんどん広げていくと、まあいったビジネスのものを展開していこうというふうに考えている次第でございます。これを既でにですね、こちら、あの、かなりのモデルが上の方にはもうございます、この大手証券 A、B、c ッド証券等々は、 実はもう確立されておりましてこのですねまず横軸でございます業界の横展開ここにですね注力をしていくことによってまずは保険業界証券業界とのパイプを増やすとここをですね右手にございますキャピタルマーケットソリューションという事業で展開をしていくというふうに考えている次第でございます加えて我々グループでですね金融機関のグループもですね今この GLCS に加えて、まあ、その金融のフィナンシャルテクノロジーをおいてもです、ね、連携するということがございますのでこちらは我々の技術というよりは海外の先端技術を持っている企業との連動することによってどんどん横でグループ内を贈っていくとこういったことを今やっていこうと思っている次第でございます。 加えてあの、それぞれに対するグローバルでのサポート支援ということで、グローバルオペレーションビジネスというのをですね、横浜に立ち上げまして、まあ、に英語、英語、日本語、24時間355日という形でサービス提供を開始しているといったところでございます。では、まあ、このフィナンシャルテクノロジーという先ほどのようなものが、まあ、我々 GRC とセキュリティの専門家でできるのかといったところでございますが、当然そんなことはなくですね、今はこのフィナンシャルテクノロジーの2人、キーの その2人がです、ね、をドラやはりあの,この特徴と申しましまは上があのマンティス・マンチューという人間でございますがあのグローバルでこのフィンテ、ファイナ,ナンシャルテクノロジーのえ技術に精通しているとかつ世界中の取引所と連携をしたという技術のええ、するグローバルのえ第一人者そして下にございますこの渡辺というものはですねもともと野村証券に2 0 数年、えー、水証券実ビジネスを国内だけでなく海外でも実際に事業展開をしてきたと。この2人がですね、このフィナンシャルテクノロジーをドライブをかけて、そして、えー、その業界のクライアントサイドに入っていきながら、そこから GRCS をセットでどん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 事業展開していくと。まあ、こういった方程式であ事業展開をしていっているという状況でございます。 ではこのチーム、特殊に先ほどのマンチュンというものでございますが彼らはどれぐらいのチームとしての実績があるのかというところでございますがグローバルで金融機関にです、ね、かなり金融的商等に連動していたというところがすごい強みでございましてこれはどういうことかと申し上げますと今後、日本の金融機関も収益を国内だけではなく海外でやらなければいけないと。 そういった時に必ずそのテクノロジーが必要でありさらにはそこにおけるリスクもございますそういったものをですね我々としては、えー、月通貫でセットで企業、えー、様に提供することによって、えー、我々としても成長していきたいというふうに考えている次第でございますで、えーまあ、そのチームの特徴強みでございますがここちょっとあの難しいあれではございますが、まあ、とにかくプロフェッショナルな、えー、グローバルの人材たちが、えー、このサービスを提供していると と,いうところでございまして国内だけでなく国内海外がこのソリューションであるこの事前分析から順番にございますなので非常に日本国内にはないような企業でございますのでそこの彼らのテクノロジーと我々のその c r エスを組み合わせることによってサービス展開していくと。 いうふうふに考えております加えて今プロダクトの方もですねグローバルのプロダクトをいくつか開発しておりまして、まあ、この2つソリューションもそうですがプロダクトの方にも投資をしておりましてちょっとこの辺あのなかなか、えー、難しい言葉が多いのですがこのプロダクトをですね幅にすることによって収益構造上も従来のものとはまた異なってまいりますのでこういったものをですね武器にしながら我々 GRCS としては今まだ14社しかございませんがこういった、えー 企業さんを増やすことによって成長していくというところにコミットしてまいりたいと思っている所存でございます。以上でですね、えー、あの会社説明とさせていただければと思います。